こんばんは。実訓チャンネルへようこそ。この間の3月末まで冬の間ずっとですね、スタッドレスタイヤを履いてたんですけど、そろそろ春ということで先日ですね、スタッドレスタイヤを夏タイヤと交換してきました。で、今ね、ここにスタッドレスタイヤを一つだけ持ってきているんですけど、なぜここに持ってきているかというとですね、それは、はい、こちらなんですよね。はい、ガリ傷やっちゃったんですよ。ここだけじゃなくて、もちろんですね、リムもいっちゃってます。で、これね、スタッドレスタイヤ交換の予約を入れて、そのわずか1週間の間でやってしまったんですよ。いや、もうかなりのショックでした。で、ちょっとね、言い訳させてもらうと、この時って、結構狭い道を走ってたんですけど、渋滞してまして、その状態でですね、後ろから消防車がサイレン鳴らしてきたんですよ。で、狭い道なもんだから、道路の端っこにギリギリまで寄せて通そうとしたらですね、はい、これ、やっちゃったんですよ。というわけで今回はですね、もうこれタイヤ取り外して置いてあるんで時間はたっぷりありますから、ちょっとね DIY でこの傷をねどこまで目立たなくできるかっていうのをねやってみようかなと思います。で、一応ですね Amazon で修理するために必要な道具いろいろ買ってみました。はい、買ったものがねこんな感じになるんですけど、まずですね、ヤスリのセットですね。最初にガリ傷を平らにするためにヤスリを買いまして、でその後滑らかにするためのサンドペーパーも買いました。それでこれが、油分を取るためのシリコンスプレーと、あとは、アルミパテですね。この辺がね一番難易度高そうな作業になりそうなんですけど、あとパテを塗るためのヘラのセットを買いまして、で最後ですねホイールカラー、こちら一応ねガンメタっていうのを買いました。これ本当はねこのホイールの色に合わせて細かくですね色見本見て塗料を選びたかったんですけど、このボディのタッチペイントと違ってこのホイール用のカラーって色の種類がすごい少ないんですよね。でこのガンメタ系はこれしかなかったので、もう仕方がなくこれを買いました。これ全然ね色合わせしてないんで、果たしてね色が合ってるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、一か八かねやってみようと思います。はい、それでこの動画はですね決してこの通りにやったらホイールのガリ傷をきれいに直せますよっていう動画ではないので、そこはですねご注意ください。あくまで素人がですね生まれて初めて DIY でやってることですので、試行錯誤で失敗する可能性もかなり高いです。なのでどっちかっていうとですね素人が初めて自分で修理してみたらこんな感じになるんだねっていうような参考にしてもらえばいいかなと思います。はい、じゃあですねどこまできれいにできるかわからないですけどやってみたいと思います。はい、まず最初にヤスリでですね傷を滑らかにしていくんですけど、これどうしてもねこのタイヤのへりとか傷つけてしまうので、もちろんマスキングもするんですけど、参考にした動画を見ると最初にですねこの空気を抜いてへこませておいた方がいいみたいなので、これね空気抜いちゃいます。はい、はい、だいたい空気抜けたので、これでですねリムとタイヤの間にかなり隙間ができたので、この状態でマスキングしていきます。はい、こんな感じでマスキングしてみたので、じゃあこの状態でヤスリをですねかけていきたいと思います。いや、一体どんなことになるかめっちゃ心配ですけど、はい、ちょっとやってみます。はい、ヤスリがけしてみましたけどどうでしょう。もうねちょっと思い切ってガリ傷のへこみがあるところはもう全部平らにする勢いで思いっきり削りました。だいぶこの辺ねくぼんじゃったりしてますけど、この辺はもうパテ盛りして整えるっていうことで、穴をね残さない方がいいと思ったんで結構ねがっつり削りました。でまだちょっとねポツ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 穴はあるんだけど、この辺がねパテでちゃんと埋めれるかどうかっていう感じですね。であとこのスポークの部分も削りました。こっちはね割と平らだったんで削りやすかったです。こっち側もそうですね。はい、まずは第1段階の作業はこれで完了です。はい、じゃあ次はですね、この表面をね、少し滑らかにするために、やすりがけしていきたいと思います。目が粗いのから細かいのまで揃ってるので、最初はね、粗いやつで削っていきたいと思いますけど、このサンドペーパーは水研ぎ用なんですけど、水をつけてやるよりも、こちらの CRC556 をつけて削った方が効果的だっていう話を聞いたので、ちょっとね、これで試してみます。はい、じゃあこれで削っていきます。はい、じゃあ今度は320番のちょっと目の細かいやつでやります。はい、じゃあ今度一番目の細かい1000番なんですけど、もうね、320番で削った段階で、かなり表面がね、ツルツルになったんですよ。で、こっちのリム側の方は、へこんじゃってるので、この後ね、パテ盛りして、また削らなきゃいけないんで、もうここでですね、一旦作業やめとこうと思うんですけど、こっちのスポーク側の方は、これパテ盛りしたらね、盛り上がっちゃうと思うんで、もうこのままパテ盛りせずに塗装に行きたいと思うので、こっちのスポーク側の方だけ、1000番でもっとですね、ツルツルに磨いていこうと思います。はい、じゃあ一旦ですね、このマスキングテープを取っちゃって、このシリコンオフを吹いてね、油分をきれいに落としたいと思います。はい、次はですね、このアルミパテを持っていくっていう工程のはずだったんですけど、ちょっとね、考え方が今変わりました。っていうのはね、このリムなんですけど、相当ヤスリでね、ガリガリ削っちゃったんで、かなりね、へっこんじゃってるはずなんですけど、表面をね、綺麗に鏡面仕上げしたら、実はね、あんまりこれへこんでるってわかんないような気がしてきました。で、かえってね、素人がパテなんか持ってゴツゴツになっちゃったら、これその後ね、いくら磨いたって絶対こんなね、すべすべにはならないと思うので、これをやるとですね、逆効果になるような気がしてきたので、ちょっと作戦変更して、ここをですね、もう少し細かいヤスリかけて鏡面仕上げにして、もうそのまま塗装するっていう風に変更したいと思います。絶対ね、その方がね、仕上がりとしては自然なはずだなと思いました。というわけで、こっちのリム側の方にも1000番のヤスリかけていきたいと思います。はい、じゃあ最後はですね、もうこのままパテ盛りせずにこの上から塗装をしてしまうので、こちらの鏡面コンパウンドでより表面を滑らかにしてから塗装に入りたいと思います。はい、こんな感じ。はい、こんな感じで仕上がったので、じゃあまたですね、マスキング剥がしてシリコンオフで油分を全部取っていきたいと思います。はい、こんな感じで塗装用のマスキングしてみました。こんなんで大丈夫なのかなっていう感じはしますけども。はい、じゃあいよいよですね、ホイールからガンメタをね、吹いていきたいと思うんですけど、まずこれね、色合いを全然見ないで買ったんで、このホイールの色と近い色なのかどうなのかっていうのがね、わかんないんですよね。なのでちょっと試しにこの紙に吹いてみたいと思います。かなりの勢いで出ますね。ちょっと今びっくりしました。でこれ結構メタリックなガンメタですね。だいぶ明るいぞ。このホイールの色のガンメタとはねだいぶ違いますね。いやこれ大丈夫かな、塗っちゃって、ちょっと不安にはなってきたんですけど、とりあえずやってみようかなと思います。いやーこれねちょっと色合わないかもしんないな。まあいいや、やってみましょう。じゃあ1回目やっていきます。はい、あんまりたくさんやって垂れちゃうといけないんで、1層目はこんな感じで放置したいと思います。また乾燥してから2層目を拭きます。はい、今1層目を塗り終わって乾燥したところなんですけど、やっぱりね、このアルミの地がかなり目立ちますね。こっち側もね、こんな感じ。はい、やっぱね、アルミの地金がね、目立ちますよね。そこでまた作戦変更します。急遽ですね、このプラサフスプレー買ってきました。グレーですね。これもともと塗装の下地に吹き付けるスプレーなんですけど、当初の予定ではここの削った後にパテを盛るつもりだったので、下地の塗料はいらないかなと思ってたんですけど、やっぱりね、下地つけた方が良さそうですね。はい。さすが素人 DIY。進むごとに方針が変わるっていう、ありがちですよね。試行錯誤しながら進めています。はい、じゃあこちらのプラサフをまた何層かね、吹いていきたいと思います。じゃあ1層目。はい、今1層目吹いたとこなんですけど、これ思ったよりすごい明るいグレーですね。下地だから隠れるはずなんですけど、なんかちょっと不安になってきました。大丈夫でしょうか。とりあえずこれでね、乾かして何層か塗っていきたいと思います。はい、じゃあ乾いたので2層目いきます。はい、じゃあ3回目拭いていきます。はい、じゃあ4層目塗っていきます。これで最後ぐらいでいいかなと思います。はい、今回ちょっと厚めに塗りました。これで乾いたら次の工程に行きたいと思います。はい、プラサフ4層塗ってこんな感じになりました。で、この後ね、本塗装していくんですけど、一応ネットで見たところね、このプラサフを塗った後の表面処理、磨いた方がいいっていうことだったので、念のためこのコンパウンドで表面を磨いてからやりたいと思います。はい、こんな感じでいいでしょうかね。ちょっとね、何しろ初めてなんで、いいのか悪いのか全然判断ついてないですけど、とりあえずね、これで塗装していきたいと思います。で、表面の油をね、またシリコンオフで落としていきます。はい、じゃあいよいよホイールから塗っていきます。まずは1層目。はい、1層目こんな感じで乾燥させたいと思います。はい、2層目いきます。3層目いきます。はい、4回目いきます。はい、5層目いきます。はい、6回目。これでね、最後にしたいと思います。これが乾いたら次の工程に進みたいと思います。はい、6層塗り終わって乾いたらこんな感じになりました。どうでしょうね。見た感じ結構綺麗に塗れてるようには見えるんですけど、ちょっと私心配してるのはですね、ここマスキングしてるところをこれから剥がすんですけど、ちょっとね、スプレーする範囲がやってるうちにどんどん広がっていって、もう完全にですね、このマスキングの縁のところまで吹いちゃったんですよね、私。だからこれテープね、取ったらくっきりと線が見えるんじゃないかと思うんですよ。こう塗ってるとこと塗ってないところの。で、あとはね、このホイールカラーのガンメタが元々のこのホイールの色とはちょっと違う色だったんで、塗ってないところと塗ってるところの色の差がね、めちゃくちゃ目立つんじゃないかなっていう、それもちょっと怖いですよ。はい、というわけでこれからですね、マスキングちょっと剥がしていってみたいと思うんですけど、さあどんな風になるでしょうかね。じゃ、こっちの端っこから剥がしていきます。よいしょ。いや、これは緊張するな。どんな感じになるかな。これが地のホイールの色で、こっちが塗ったやつだから、こうやってみるとそんなに違和感ないですかね。よいしょ。ちょっと全部剥がしてみないと分かんないですけど、こっちも剥がします。はい、このビニール袋全体を取ったらどうなるかっていうのがちょっとね、気になります。はい、よいしょ。あ、どうでしょうね。この3本はもうスプレー吹いちゃってるんですよ。で、こっからは吹いてないやつなんですね。あ、こうやって見ると、あんまりわかんないですね、色の差。あ、いいんじゃないですか、これ。結構いけてるかもしれない。あ、ちょっとね、嬉しくなってきました。じゃあ、ちょっとね、マスキング全部剥がしちゃいますね。はい、マスキングを全部剥がしたらこんな感じになりました。どうでしょうね。全体的に見て、思ったよりも色合ってましたね。パッと見わかんないんじゃないですか、これ。ただね、近寄ったらやっぱりわかるとかあります。ちなみに、どこ直したかわかるようにちょっと目印つけといたんですけど、このテープがですね、このスポークのここのとこ直したのと、このテープが、ここのところ直したのと、あと、このテープがですね、リムの周り、この辺の10センチぐらいの範囲で直したんですけど、思ったよりもうまくいったなーって感じします。ただ近寄ってみると結構わかる部分もあって、まあ、主にやっぱり塗装のムラですね。ここね、マスキングの仕方が悪くて、ちょっとムラになっちゃってるの分かりますよね。塗装が。それからここの部分ね、ちょっとへこみ傷ありますよね。これは一番最初にやすりがけする時に仕上げがちょっと甘かったですね。完全に平らになるまでやらずに途中でやめちゃったのが原因です。やっぱこういう穴って最後まで響くんですね。あとここもですね、マスキングの跡が残っちゃってますね。やっぱり塗料を吹きつけたところとマスキングしたところでくっきりと分かるようになってしまいました。はい、じゃあ最後ね、この旋盤のサンドペーパーで表面をきれいに磨いていって仕上げにしたいと思います。そしたらこの辺の塗装ムラとか若干マシになりますかね。はい、ちょっと試してみます。はい、というわけで仕上げにですね、1000番のヤスリをかけて磨いたらこんな感じの仕上がりになりました。はい、どうでしょうか。全体的に見て、色ムラはね、そんなにないですよね。すごく近づくとですね、この辺に塗料の境目があったりするんですけど、分かりづらいですよね。あと、この辺にも塗装ムラがあったりするんですよ。だけど、50センチも離れればもう気にならないぐらいのレベルにはなりましたね。このね、目印のシール取ったら多分ですね、どこだったか分かんなくなると思いますよ。ちょっと取ってみましょう。はい、どうでしょう。どこ直したか、パッと見分からなくないですか？正直ね、ここまでうまくできると思ってなかったので、結構嬉しいですね。これ、正味ね、3日間ぐらいかけてやってますから、スタッドレスタイヤ外してね、家の中にタイヤごと持ってこれてるからできることであって、これ、車についた状態だったらちょっとね、しんどいですね。はい、というわけで、今回ね、初めて DIY でホイールのガリ傷を直すっていうことに挑戦してみたんですけど、いかがだったでしょうか？自分でやってみてね、当初思っていたよりは意外とですね、ちゃんとできたので、自分的にはかなり満足度が高かったです。で、一回やってみるとね、なんとなくコツも分かってくるので、今度はですね、また冬になったらこのスタッドレスタイヤ履き替えるので、そうすると、夏タイヤ外して家の中に持ってくるので、夏タイヤもね、オービタルホイールカバーをつけたばっかりに、4輪ともリムに傷がついてるんで、今度はですね、それを、今回の経験を生かしてですね、直していこうかななんて思っています。はい、この動画がいいと思いましたら、グッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。